レストラン、ロレオール、欧州市牛の博物館は、岩手県欧州市前沢にある、牛をテーマとした、博物館。牛の標本など生物学的な資料や人との関わりについて展示している。略称は、牛の博物館。牛を専門とする博物館は、世界的にも珍しい。肉牛、前沢牛が名産である、岩手県伊沢郡前沢町が、町民の教育、 学術及び文化の発展に寄与することを目的に1995年開館した。牛の博物館は当初、前沢町立牛の博物館という名称だったが、2006年の市町村合併に伴う前沢町の消滅と欧州市の成立に伴い、現在の名称に変更された。テーマは、牛と人との共存を探り、生命、自然、 人間を知る。初代館長の金松住人が、実物展示を重視し、半数するため4つに分かれたイの樹脂が安心標本や、三島牛の全身骨格を所蔵しているほか、様々な資料を展示している。地元生産の前沢牛の追い立ちや変遷、流通などの展示もあるほか、前沢の歴史においても牛の博物館で知ることが、できる。浮世絵に見る牛。 牛と鬼といった企画展も開催している。水牛が重要な位置を占めるスラウェシ島のトラジャ族の文化を紹介するコーナーを設けている。トラジャ族は早々儀式で水牛鬼へとする。水牛の角を飾る住居、トラジャ族トンコナンを現地の大工を招いて3分の1の大きさで再現した。また、当施設からは世界遺産に登録されている平泉。 仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群への追加登録を目指している白鳥館遺跡を望むことができる。当施設のすぐそばには、前沢料理が堪能できるロレオールというレストランがある。ありがとうございます。